はい、今日もですね、動画を見ていただきありがとうございます。今日はですね、またね、腰痛の、予防ということで、お伝えしたいと思いますね。で、この前ね、まあ話したんですけど、ヨガのね、教室とか見てて、やっぱり硬いのは、3つに分けられるってことでね、話したんですね。まず、背中が硬いかな。で、あとは骨盤がこう、ちょっとこう、まあ歪んでるというか、左右差があるのかな。あと、足っていうことでね、この3つに対別されて、それが、まあ複合っていうかね、一つだけじゃなくて、こう二つだったりとか三つだったりとか重なってる人もいらっしゃるんじゃないかなっていう話をしたんです。で、その中でね、今日はこの骨盤、はい、この前と前回に引き続き骨盤をですね、ちょっとこうね、骨盤の歪み、ヨガでですね、こうやって、例えば寝たりしますね。ここでもちょっとやったと思うんですけど、寝た時に、あと、お尻を上げたり下げたりして、はい、足を立てた時に、膝がですね、右左左右差がちょっとこうありすぎる方っていうのは、必ずその骨盤が少しね、こう右に行ったり左に行ったり、まあ、左右差がある、ありすぎるってことですね、膝が、ね。平行じゃないってことだ。で、その時にね、こうやってもらいたいっていうことで、今日はね、ちょっとやってみますね。まず足をね、寝かせてもらったら、かかとを突き出してですね、そのまま右膝を曲げてもらって、両手でですね、膝の裏を持ってちょっとかかとをぐーっとこう突き出してみるんですけど、その時ですね、この腰がこうやって浮いちゃう方いらっしゃるんです。なるべくね、おへそをふーっと吐いて、おへそからってふーっと吐いて、床にこうちょっとしてみる。で、床にしながらかかとをこう突き出してみる。右の足は天井の上で、左の足は床でね、かかとをぐーっと突き出してみてください。はい、今度逆やってみますね。今度左の足を曲げてもらって、両手で、ね、膝の裏を持ってかかとをぐーっと突き出してみる。天井で、右の足も後ろの方にかかとを突き出すようにこうちょっとしてみてください。で、こうやって背中っていうかね、腰の周りがね、浮かないように気をつけて、浮いちゃう方だし、床から。なるべく床にふーっと、地面におへそを近づけるような感じ、ふーっとしながら、かかとをですね、こう突き出しています。両足のかかと。はい、これね、ちょっとこうしてみてください。右の足をふーっと、ふーっと。かかとを突き出して、腰がですね、浮かないようにふーっと床にでゆっくり元に戻して、左足を曲げてもらって、両足でかかとを突き出してますよ。左の足は天井に、右の足は床の方にかかとを突き出してみてください。ぐーっと、でこんな感じでちょっとこうしてみてください。で、こんな感じでね、ちょっとずつでもいいので、やっていただければとね、思います。あと何かね、コメントで、あ、これ、ちょっと楽になったな、とか、ね。今日はね、その骨盤のね、周り、左右差ある方のための、ちょっとね、体操をやってみたんで、ぜひですね、ちょっとね、やってみていただければとね、思います。今日もありがとうございます。今日のポイント、腰を浮かないようにやってね。